回はハイブ5周年を記念して開催される、B-Day ビルドコンテストの、応募方法や豪華な報酬などについて、解説していきたいと思います。B-Day ビルドコンテストというのは、ハイブ5周年を記念して10月7日から、10月13日、午後9時まで応募できる、ケーキをテーマにした建築コンテストです。応募方法&ルール。応募方法は5つの手順を完了すれば、誰でも参加できます。その手順がこちらです。1. ジャストビルドのカスタムサーバーを作成。2. B-Day コンテストプリセットを有効にしてゲームを開始する。3. 5周年を記念した特別なケーキを建築してスクリーンショットを撮影。4. 撮ったものを Twitter か Instagram に自分のゲーマータグとハッシュタグ #5is5 をつけて投稿。5. 公式サイトに応募する。順番に詳しく解説していきます。カスタムサーバーを作成。ジャストビルドのモード選択画面でカスタムサーバーを選びます。この建築コンテストでは、一人で作るのもいいですが、フレンドと一緒に作るのも OK です。ただし、一つの作品を作るのは最大二人までで、三人以上で一緒に建築するのは、ルール違反となります。また、応募できる作品は一人一つまでで、複数の応募もルール違反になります。一人で作る場合はソロー、二人で作る場合はデュオを選びましょう。B-Day コンテストプリセットを有効。カスタムサーバーを作成したら、持ち物にある、特別なケーキをタップしてください。すると建築コンテスト用のプリセットが有効になります。コンテストに参加するためには必ず専用のプリセットを有効にしてください。有効にしたらチャットにこのようなメッセージが出てきます。2人で一緒に作るときは同じチームになるように設定してください。また今回のコンテストでプレイヤーが快適に建築できるようにカスタムサーバーが遊べる制限の上限が上がり、通常よりも多くの時間建築できます。これについては、後ほど詳しく解説したいと思います。5周年 B-Day ケーキを撮影。ゲームを開始したら、5周年のケーキを作りましょう。どういうケーキを作ればいいのかわからない。という人は、Twitter でハッシュタグ、5is5 と検索すると、他の応募者の建築を見ることができるので、参考程度にしてください。ケーキではないものを作ると、応募が無効になってしまう可能性があります。制限時間は15分までです。ソロでもデュオでも15分なので、デュオの方が有利かもしれません。床のブロックを変更したいときは、変更したいブロックを持った状態で、チャットにスラッシュ、フロアと入力してください。建築を終えたら、スクリーンショットをして、画像を保存してください。建築中に撮影するか、建築が終わった後、10秒ほど撮影できる時間があります。この撮影した画像は、ハイブサーバーのジャストビルドで建築したものではないと、応募できません。クリエイティブワールドで建築して撮影しても、応募は無効になってしまうので、気をつけましょう。SNS に投稿。Twitter か Instagram で、先ほど撮影したケーキの画像を投稿しましょう。今回は Twitter で投稿してみます。この投稿するときは、自分のゲーマータグと、ハッシュタグ、5is5 を必ず入力してください。この、建築した画像、ゲーマータグ、ハッシュタグ、5is5 をきちんと載せていないと、正しい応募と判断されないので、忘れずに。公式サイトに応募。4までの手順が完了したら、公式サイトのビルドコンテストの記事に移動します。この URL は概要欄に貼っておきます。下にある、エントリーを送信してくださいをタップして、3つの質問に答えます。スタートをクリック。こちらには先ほど紹介したルールなどが記載されています。コンティニューをクリック。一つ目が自分のゲーマータグを入力します。二つ目がフレンドと作った場合の相方のゲーマータグ。一人の場合は空欄にしてください。三つ目が Twitter か Instagram に先ほど投稿した URL をコピーして貼り付けます。英語がわからないという方は翻訳を使いましょう。手続きを終えたら、応募は完了です。お疲れ様でした。カスタムサーバー上限解放。今回のコンテストの開催を受けて、カスタムサーバーの遊べる制限の上限が上がりました。これは少し複雑な話になるのですが、カスタムサーバーが遊べる制限はこの2つの、どちらかを満たすと遊べなくなります。1つがカスタムサーバーを作成できる回数です。これは、カスタムサーバーを作成して、ゲームのロビーに移動した時点で1つカウントされ、通常のプレイヤーは5回まで、ハイブプラスを持っているプレイヤーは20回までとなっています。このカスタムサーバーを作成する上限を超えてしまうと、その日は二度と開けなくなってしまいます。ただし、作成はできなくても参加は可能なので、他の人の上限が残っていれば、まだ遊ぶことができます。もう一つがこの2つの制限で、1
つが、試合を遊ぶ回数で、カスタムサーバーを作成した時には、カウントされず、試合を始めるとカウントされます。通常プレイヤーは1試合まで、ハイブプラスは6試合までです。もう一つの制限が、試合の制限時間で、通常プレイヤーは10分間までで、ハイブプラスは90分までです。この2つの制限は、両方とも上限に達したら遊べなくなるというもので、例えば、ハイブプラスを持っているプレイヤーが、スカイボーズのカスタムサーバーを開き、6試合すべてやっても、90分以上遊んでいなければ、7試合以上も遊べるということです。逆の場合でも、90分以上遊んでいても、6試合以上遊んでいなければ、何度でも遊べます。もし90分以上遊んでしまって、6試合以上遊んだら、2つの制限が満たされたということになるので、カスタムサーバーは遊べなくなります。というのがカスタムサーバーの仕組みで、今回のコンテスト用に、ジャストビルドのカスタムサーバーのみ、ハイブプラスを持っていても、持っていなくても関係なく、30回までカスタムサーバーを作成でき、20試合まで遊べ、5時間まで遊ぶことができます。B-Day ケーキを作る制限時間は15分で、1試合15分遊ぶとなると、20試合まで遊べますね。このカスタムサーバーの上限が超えて、遊べなくなってしまっても、午前9時にリセットされます。また、チャットでcs と入力すれば、自分のカスタムサーバーの上限が確認できます。特別な報酬。B-Day コンテストの結果は、応募期間が終了してから1週間以内の10月20日までに、公式サイトで発表されます。コンテストにルールを守った上で、応募した人には、限定の報酬が参加者全員に配布されます。この報酬がどういうものなのかは、発表されていませんが、過去のコンテストでは、アバターやハブタイトルが配布されました。また、20人の優勝者には、さらに追加で特別な報酬が配布されます。この特別な報酬は、発表されていませんが、過去のコンテスト優勝者には、リプレイシネマ永久アクセス券、マウント1個、ハット10個、優勝者のみの限定ハブタイトル、などがもらえたので、今回も豪華な報酬があると思います。最終的な応募者の数は、結果が発表されるまで不明ですが、前回開催された、新ミニゲームのグラビティを記念にした、グラビティポスターデザインコンテストでは、1700名以上のプレイヤーがイラストを書き上げ、去年開催された、パイレーツビルドコンテストでは、約1000名のプレイヤーが、海賊をテーマにした建築を作りました。今回のコンテストでは、およそ1000人ぐらいの応募者数になると思います。今回のコンテストは、10月13日、午後9時まで応募可能で、10月20日までに公式サイトで、結果が発表されます。誰が優勝するのか非常に、楽しみです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。